ポスター早いって。貨物脇。宿舎単独。貨物脇だったんですか。貨物3人です。いや違う、貨物脇。誰？貨物さん。誰？3人だけです。黒でこぐら。ボタンを押そうと思ったら日陰さんに押されて、水色式、キッチンターンは来てバーガータスクやっての、まあ、停電だったんで、まあ、展望で入って配電は触ったと同時に、停電が上がったんで、まあ、今キッチン戻って今縦通路って言えばいいかな、今そこら辺にいる。キッチンの縦通路。うん。猫さん白。日陰さんこれか。日陰さんと白ですと。出ない。出ないけど、一ヶ月するから猫さんと。ボロン。陽性が悪い。ボロン出たと。ボロン出た。アーカイブ開けてました。あ、せいせい。アーカイブ。あ、じゃあとりあえず全部待ってるから。あ、もう一回ちょっと脇のところか、とか研究生のカラスがオレンジバナナローズ、オレンジバナナローズで、メインは黄色、ピンク、白で、あとはエンジンと宿舎とピッチがタメ、あと赤いか、タイプもタメ、この中にジム、その3人脇のところは最後まで見合ってるでいいですか。いや、違います。いや、やっぱ一応バラバラだから、エレキの見たのがスターさんだけなんですよ。貨物は黒猫は黒猫、電球は知らん、まあ、天然はローズが直しました。助け、まあ、ただ脇1気に移れば1だよ。しようかな。ネボー、停電直してます。バイタルちょっと下がりました。あ、ごめん先生、3タスク何やった？そのタスクだけ、何冊しまった今。1冊だけで、だって3冊終わってるの初手で。スターさん話すことあります？なんか話すこと思ったんだけど、あ、じゃあボタンを押してたから忘れたんで大丈夫です。はい、せいせいって、ターン分けだけど切れる位置がないと思ってて、3人分けの部分が貨物とメインだから、せいせいが切ってる場合は誰かが誰かとつながってないといけないから、アーカイブ単純にってあるんじゃない？
え、どうなの？そうなの？え、ちょっと待って、今の話で言うとラウンジ方面、シャワー方面抜けた人っている一応ここに中層品よりシャワーアーカイブラインショップってなってしてるんですけど、それで見てないけど一応貨物ラウンジ間ぐらいまでは登れたと思うんですよ。ラウンジ間ぐらいまでは、で最後オレンジがしかいないんで、ここは無理です。あ、オッケーオッケー、それはないですけど、カインドスノーは左にメインの方に抜けてるんで、あ、シャワー行ってすぐメイン戻ってる感じなんですか？え、シャワー行ってない。正確に言うと、メインのところでタスクが大量にあると思って行ったら、暗室最初入りました、暗室タスクねえじゃんって思いながら、弁当タスク入ろうと思ったらそっちもねえじゃんって言って、要は小部屋2つ入った後に左の方に抜けてる。ケル、そうなんだ。でピンクの U さんがラウンジ方面まで抜けてる。いやいや、メインシャワーアーカイブ証拠って言ってまで見てる。アーカイブ証拠見てないなんて、先生であればそうだね。そうですね。ね、二人会しかなさそう。先生目線はね、左で死んでると思ってるから、まあ四季さんか日陰さんよりかは雪風さんの方がミーティング置くところで殺せそうだから、四季雪風釣れば一陣が落ちそうかなって。まあとりあえずパン分けのところで愛したいことは、そうね、チェックイでそこでいいね。さすがんで容疑者ではいないと思うよ。容疑者だったら出ちゃうと思う。ここだっけ、助かできない。はい、さっき、はいよ。いや、いいよ、グラサナに。さっき先生に話し合ったのは、一冊決まった後になんかまたアーカイブにずっといたように見えたから、長えなって思ったから、ちょっと。OK。まあ一応、日陰さんも容疑者には入るかもしれないけど、日陰さんだった場合って、エンジン宿舎、金庫まで一緒に行って、切って、ミーティングボタンぐらいだけど、そんな時間はないと思ってるから。もう倒してるのあれ日陰さんだしね。だからどっちかっていうと四季雪風さんのどっちかにいそうだなーって思ってる。四季さん、四季さん最初の手でどこ上がったか分かんないって感じ。いや、分かんないって。だって見たのが、店舗で、ハイデンマ触りかけの時に上がったか分かったから、触りてないの見えてないのよ、どこが上がったかって言われても。雪風が切るところは本当にミーティングの奥だけで、切れるのはそこしかない。それ以上はない。そさっきの差があり。雪風さんがマットだったら別に日陰さんも宿舎とかで切れる。まあ一番でも1切れ目のこの状況下でタスクで終わってない限りはだって繋がらんでしょ。いや、まあ、私は死に隠すだけでいいから別にいいんじゃない。そう、だから弁当の中に実は雪風さんが隠れてて、あ、そのそれマットの意味だったらそこ雪風日陰のマットだったらいい。そこが怪しいって言ってるわけじゃないけど、逆もしかりで、そうだね、清々装備、青ピンクとか、あの足し点ではローズオレンジとか、いろいろなんかあって、それ、貨物さんは、いや、貨物さんは、ね、電球さんしてるんですよね。貨物さんの人が切れればいいと、赤べしに隠しないと。そう、だから4人街になっちゃう。結局、それでそんな感じじゃない。3人街。で、メインの人も切れないし、まあ、切ってたとしたら、半分けのところの誰かが、まあ、聞いて言うんだったら、水色で死人隠してて、キッチンからエレキの方に向かっていた氷山を切っているパターンはある。それ苦しいし、キッチンからエレキに走ってたら、多分マットだと思うから、まあね、エトマトもいいです。どうでもいいです。どうでもいい。マットだと思うんで、考えないしてたら。どこ切ろうかな。
から無理に参加してる方がいい。え、多分キッチンで死んでる。キッチン。キッチン。上でカメラ見てて、ヒカゲさんとカメラ映らへんのかな。ヒカゲさん赤身じゃないよ。んここカメラで映る位置は赤身じゃない。赤身かな。なんか姿で映ったの見て、今日猫さんってキックにいた。いない。いない。ヒューさん。ピンク俺。ああ、誰。うん、プレゼンです。はい、なんか薄い人がいたな。一瞬っていうのを見て、会社の最後見て終わりです。はい。ね、生成さんは展望デッキから5秒以内に移動できる場所に進んでいて、停電前に、黄緑ピンクがキッチンから上に上がっていき、そのまま展望入ってアップロードしようと思った時に生成さんがいて、で、アップロードの前に俺ダウンロードしてないやと思って、生成さん、アップロードしてる生成さんを見て、その時に停電が来たんで、ローズが停電かもしれないな。で、終わった後、展望デッキをダウンロードして、うん、やってる最中に、今このボタンで生成さん死んでるって、間違いなくキッチンだと思いましたね。じゃあ、そこはとりあえず、水色弾きます。水色弾きます、黄色から。ラビッツさんから俺弾けない。誰？エルネ。多分ね、ミーティングの方に出てきたようには見えているから、ぶつかそう。まあ、ボタンだから、あ、ボタンだから大丈夫やね。あ、そうだ、ボタンだね。そうだ、あ、一発最初コクピットに。はい、そうです。その前に赤いで色さんが出てます。はい、確か停電の時になんかちらって見えたな。あ、さん大丈夫です。停電治る前、治った後に見てます。どんどん切ってこうね。もう何も考えずに切ってこう。切りたかったね、今の。はい。はい。カメラ見た後に1秒ぐらいしかないと思う。そうだね。ただ、引き上げさんの死には合ってるから、ね、カメラ映ってる。そうだね。見てない限りは大丈夫です。水色、黄色のラインは何ですか？あ、黄色テレフです。あ、おー。黄色テレフ。ないってか、ガラさんとあの単純に。できるは、まあ、ちょっとできるじゃねえ。ちょっとできるじゃねえ。ユーサーで行くとラインがなくなるできないでしょ。そうだね。ユーサーとのラインがなくなる。だから行きがすごいけど。実践だと一応まだでも白水色のラインはちょっとあるけどね。キッチン、白水色、キッチンからエリキがあるし、両方とも日陰から白出せる。出せる。はい。一
1キル目の話。はい、1キル目は最初、うん、最初と、うん、またキッチンタンは水色、黄色のあれもあり得るかなとは思うから、うん、僕が切ってる場合、さっきも言ったけども一番奥だけしかない、うん、ヒルレンジはかなり狭いと思ってくる。急にだからローラーするのかな。でも出したやつ気持ちなんじゃない。そうなんや。普通にローラーするのかな。ここから2キル目でローラーする。初手キルでローラーした方がいいと思います。初手キルだったら雪かんさんあたりからになるのかな。どちらで式どっちも入るか。雪かんさん式さんだ。初手キルだった多分ね。せいせいさんいた。ああ、でもそうなんだ。僕はあれなんだ、人になるんだ。せいせいさんがさ、ローラーしたら一人間の人で取ってるの。ごめん、一さん決めて、進行。しきさんかな。なんなんだろう。あ、しきさんか。あ、ごめん。別のローラーでも釣れるよ、風さんに入れちゃった。ごめん、なんか。危険な感じがするな、この釣りだ。お楽しみます。これお土産だろ完全に。あ、待って、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。日陰さんって今どこにいる？コミサボナカ。うん。あ、ピンク、黄色、黄緑の順でアーカイブからシャワーを。そうそうそう、4人で行ってるけど。で、俺タオルタスク終わってやっててその時。うん。で、終わってシャワーからメインに行こうとしたら黄色が死んでて。でピンク黄色黄緑って3人くっついて歩いてたはずなんですよ。でドアのところにしたいだから。雪風はもう、宿舎前まで抜けてます。あ、別に関係ないですよ。あのタオルサスクしてるんで俺その間で、あの2人を置いていってる。誰と誰？黄色、いや僕は黄色ピンク風さんを置いてってるから、まあまあ、あとはタオルサスクしてる時点でちょっとお怪しいなと思っちゃう。ピンクマザキンガイだね。いや、いや、みんな目線だと思います。ここで倒れたすくしてるっていうのは。とりあえず行き方さんすればいいと。いや、ここは多分、ただ実践はなんか自分がローラー対象だから釣りに来てる人外がピンクかなと思って。まあ、一回さんもそう、まあ一回さんと対抗なんでとりあえずね、まず。まあ、僕は置いてきてるって言ってる。ウメサバ直しついてないはずなんで。あの、なんで、リッカスさんって、もう進行、そういう進行なんで。そうそう、それだから僕は釣られるの構わないが、多分そういう風に見せかけてるピンクだとは思うけど、実質点だとそしたらピンクローズのあれか、多分これも見えるのか、一応。ピンクって2キル目で決めてる。2キル目が確かピンク、黄緑だったんですよ、一応。2キル目だけだもんね。そうですね、2キル目が。で、あと一応言うんであればローズもある。5秒以内っていうのを話し出してたけど。あ、はいはい。展望のダウンロードしてて、そう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 、それもあるから。実践で落としたらそこ前回のキルがやっぱりピンク黄緑色と変わらないんだよ。実践で言うならばピンクとローズまでいければ落ちる。ピンクと俺視点はローズピンクはどっちも出てきてできない位置なんで、黄色インポスターのあってピンクマットだと思うんでピンク直してください。はい、僕は自投票してますよ。まあ、でも黒猫さんは、ね、あ、逆これ、いや、そんなことねえよ。黒猫さん今回、まあ、レポートしてるから、まあ、そこに全然知らない。できるミリングだって。そうだよ。いいね。ブレブレすいませんでした。でもいいよ。だって、四季さんはね、マットの可能性もあるからね。容疑者位置が一番広げやすいのはやっぱ申し訳ないけど、四季さんだったから、わかるよ。うん、あれはね、いや、せいせいさんの遺言っていうところも踏まえて
うん、考えちゃった。ごめん。はい。あ、やっぱりそうだね。ピンク直しに行かなかったもん。うん。コムサボ直ってるって感じがしてて、いや直ってない上行っちゃって、でもボタン困ったんでボタン押そうって言ってました。あとはピンクが犯人の場合って色さんで落ちてるってことですね、初手。いや初手だから、あいや雪風さん初手キルできるから、うん、で違う違う違う、その前の聖戦さんキルも雪風さんできるから、雪風さん目線の話がその場合でおかしくなっちゃうから、そう色さんで落ちてることになっちゃうから、まあどっちにしよう、僕目線はゆかるさんかな、落ちてるから僕目線で最高だから。でそれでレポートしてるクロノクさんはもうそれ見て、まあ、後ろに後ろだと思ってるんで、まあだから一応僕目線はゆかるさんはまあその2キル目の時はまあギアさんは展望の方に蹴り直しに装備で見せてたので、まあその後切ってるのかなと思ってるから、それ言うの遅くないですか。君鳥はコックピットでいましたって話したときにそれ言うべきだったと思う。いや、全然その後にね、あの上行ってるのかも、全然そのコックピットも一応違和感なかったから全然そこは疑わなかったんですけど、ただまあ僕の人は今回1回戦確定だったので、まあ、それで思ってるかなって思って。これピンクがマットだった場合どう進行するのがいいか、やってたのピンクマットだったらピンクつっちゃいいで、僕ここで僕はまあでも来るなんで、ここつっちゃうとずっとここで4人になっちゃうから今は指定するしかない。そうね、あと4です、ちなみに。タスカと7ですよ。2本落ちなきゃなった。ただ僕はもう釣られちゃった以上、釣られたら、クルーなんで、5人、最大20画面の場面なんで、1キロ入るとハッピーになっちゃうんで、あんま釣らせないと思うんで。後ろ、2キロ切れば2ボタン押すなりして発見するしかない。釣るにしろ釣らないにしろね。いや、釣らなかったら、全然タスクも出てくるので、また1キロ入って、僕の人は全部蹴る気合さんだと思ってるから、相方はテープ出したいと思ってるから、だから僕はそれに関しては同じ意見、多分全部の蹴る気合さんに関わるから、うん、まあ、それは、なんか、ユーサーマットだと思ってんだったら、4人一郎番で、忍者で、サマットで置く、ね、僕の人は違うから、だから、蹴る、ね、半分になっちゃうから、それはまあ、どっちでもいいって感じ、変わんないと思う、正直。一郎、手汚してないってこと？これ、チンガー勝利あるんじゃない？全然あるよ。全然あるね。ヒカルさんが4人持ってってるでしょ、これ多分。4人持ってってるよ。でしょうね。いや、それ強いね。強い。全然チンガーあるよ、これ。強い。チンガー勝利ある。相方、最初ヒカゲさんだと思ったけど、ヒカゲさんだったらユカルさんに入れなくていいからな。そうなんよな。そこは考えちゃったんよな。結構、ぶっちゃけヒカゲさんに見られたと思ったり。エルデンさんかスターさんのどっちかにインポスターいそうだけど、議論的にはどっちかは分からん。治りませんね。あ何この時間、何この時間、うるすぎない。いやスターさん切っちゃえよ、これ切っちゃえばよかったに。ほんとよ、切っちまえよ。切って直せばいいのに。直してました。あのはい、そう。これさ、これ上の方に光りました。多分上だったら、ピンクがまず20秒ぐらいずっとこの前にいるからマット確定で、バナナ赤の順でエンジンから米側に来てるはずだから。エンジンのどの辺？エンジンの上が宿舎前行こうとしたら光りました。連打してたので。エンジンの上が？エルデンさんとヒカゲさんがどっちかできるかなって。俺目線引く。自分とエルデンさんってさ、石油にいて、石油で石油テープをしてて、テープやってアップロードやって、で自分キッチン側から行ってて、扉が閉まってたからエルデンさんメイン側から行ったんかと思いながら向かってて、うん、メインから行ってるね。メインにしよう。あ、まだバナナ武器庫から来たんですか。ん、気
英雄エンジン、エンジン、あ、赤、赤、赤は武器砲が辛いじゃん。じゃあ、エルゲンさん、いや、俺それやったら、スターさんのセルフ、セルフか。エルデさんもスターさんも一応2キル、2キルともできない人だから、そう、ちょっとさばいて、ユキカデさんがやってないと、ユキカデさんがずっとやってない。ユキカデさんはインポスターってことになるので、うん、ユキカデさんの場合、こっちがインポスターでは。いや、このインポスター、今、ここで初キルしたの、実は初キルだから、うん、の可能性はある。うん。どうだろうな。スターさん的に、はい、ピンクローズは、ね、プリエステンはあんまり疑いたくない。あんまり疑いたくないっす。疑いたくないっすか？黒猫さん、白出さないんだったら俺はスターさん疑う。俺もスターさん疑う。正直疑いたくない。エンジンの上側なんだよね。エンジンの上側ですよ、エンジンの上側。エンジンの上側だと自分はエルデさんはあんま疑いたくないな。なんか今の発言でスターさん人だって話してる。うん。さあ、それで分けんの？あいつサボ前から一緒にいるじゃん。ちょっといましたよ。いやクソスターさん。おいナイスだよね。エルデンさん目線でさ、エルデンさん目線でさ、エンジン上ってめっちゃ違和感ない？ある、めっちゃある。でしょ、通ってる。突っ込んじゃえばよかったの。え、だから僕エルデンさん塗るために塗って突きったんで、そもそも。だとしたら2人シール出せばよかったのに。そうだから下に資料出せばよかったのに。ああ、そう、疑いたくないじゃなくて。あと、そうだ、あと俺は悪くね、ミーティングで死んでるけど俺は悪くね。ちなみに言うと、あの配線前で切ってるから、日陰さんの鹿にギリ入るか入らんかとか。ああ、俺は悪くね。マップ見てて。でも日陰さん白。